野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、これもうすぐ出しです。近本デッドボール問題です。はい、どうですか。どうですか。はい、まあまあ、あれでもナイスピッチングはちょっと、まあまあ、そうですね。ちょっとまあ多分通常流れでやっちゃったんだろうね。通常流れで、あのピッチャーの方がね、まあ0点だったからね。0点だったからナイスピッチングでちょっとヒートアップしてるっていうのはありましたけど、あれはちょっと火に油注ぐね。そうですね。あれってどうなんですかね。やっぱこう流れで、でもやっぱ無失点で終えたから、まあ、あれを言ってんのか、なんか QA でも押したら出んのか分かんないけども、それでも押すんだったら、まあ、あの場面は押さなくてもよかったかなっていう気は、言うのも言わなくてもよかったけど、まあ、でも流れでね、うん、言っちゃったけど、あれはちょっとタイミング悪かったね、はい、あれはちょっとそうでしたね。ちょっともう一回みんなで考えよう。インコース構えて当てるのは故意じゃない、故意で当てるとしたらアウトコース構えてるからって前言ったと思うんだけども、はい、みんな勘違いがちょっと過ぎる、うん、あの飛躍してる。アウトコース構えてデッドボール当たったら全部故意やろうってなってる。違う、うん、そう、あの故意、うん、わざととか、はい、あ、年一とかの話だからね。そうですね、うん、年一あるんですね。でもやっぱわざとって、いや、あったとしたらよ、はい、まあ、それでしかも、ね、しかも、うん、何かされてからの報復だから、うん、はい、何もされてないのにそれ報復って言わんやん。そうですね、報復って何かされたからすることが報復、やり返しとしてあるってことですよね。何もされてないのに、はい、報復ないやん。だから昨日の話で言うとよ、うん、おい、近本も当てられた、梅野も当てられてる、うん、村上当てろが報復じゃん、はい、だってヤクルト何もされてないでしょ阪神に。そうですね、でしかもあれインコース構えてたよ。あの外構えてるとかっていう人が SNS 上で言うけど、はい、あれインコース構えてたよ。だからただの、うん、投げミスだよってことですね、うんうん、でよくあるいつもよくあるデッドボールと一緒にのデッドボールがその、うん、前半戦に当たったところとまあほぼ、そうそう、でもあれ巨人だからね、まあ、そうですね、宝石だからね。そうですね、そうそうそう、うん、であと本当皆さんね、俺が言ったことだけど、アウトコース構えてデッドボールはあれは報復やわ、全部それ違うから。そうなったら全部報復じゃないから、いる状況とかあるから、うん、そうですね、うん、それを踏まえてやらないと、うん、あのアウトコースでデッドボールはなんか最近全報復になってんだよ、はい、里崎がそうやって言ってるっつって、いや俺の影響力もえぐいなと思ってんだけど、はい、そうじゃないからね。そうだ、だって構えてる方ともうすっぱ抜けちゃって逆にいっちゃう、あ、あるからね、うん、そうそう、うん、あるからね。しかもこう抜けてるのわざとじゃないから、ね、あ、わざとの時こういくから、うん、こうなってる時点でわざとじゃないから、はい、っていうのもあるけども、うん、この近本のデッドボールの件の一番の問題点は、はい、でもそんなとこじゃないんだよ、うん、俺が一番もう疑問とか、うん、ああもうやっぱりそんな時代かになってるのが、まあ、賛否あるよ、賛否あるから、はい、俺は全部この方法が正しいとは思わないけども、俺はキャッチャーだから、うん、あんなことあったら黙ってやり返すだけなのよ俺はね、はい、だからもうそれはもうヤクルトファンの人が怒るかも分かんないけども、はい、うん、もうそれはもう村上とかにドーンって言っとけいい話や。なるほど、だからヤクルトファンの抱負じゃなくて阪神が魔法を吹くそんなもんかしてたかもしれない、やってたらもうドーンって、うん、ドーンってやらなくてもそういうサイン出してるかもしれない、うん、ドーンってやるかドーンって後ろ背中通すかみたいな、そうそうかね、うん、いろいろ別に当てなくてもやり方あるわけよ、ね、うん、成瀬か鳥谷にやったように、ね、はい、いろんなやり方あるわけこちらの動画をご覧くださいデンジャラスサインっていういろいろやり方があるわけよ、はい、俺も俺だったらもう黙って報復よ、はい、俺だったらね、はい、でも俺はキャッチャーだからできるけど、はい、野手はそんなことできないわけよ、うん、ってなった時にまた昔のことばっかり言いやがってって言うかもわかんないけど、うん、多分よ、あのもう20年前ぐらいだったら、はい、15年から20年前ぐらいだったら、うん、1000% 乱闘になってる。おー、ドワーってもうとりあえず一三塁のコーチャーがドワーって行ったりとか、うん、俺らの時だったらもう外国人とかも外国人選手もやっぱりこう、うん、俺らがリーダーやとか、うん、チーム愛強いから外国人選手がガーって行ったりとか、はい、あとは日本人選手でもガーっておいみたいな、あとコーチが出ていたりとか、うん、先輩乱闘になってるけど、はい、何もなんないんだね。今年って乱闘一回もないですか。いやでもそうやって阪神とか当てられてるわけじゃん、うん、じゃヤクルトにね、近本も、あ、梅野も当てられて骨折してる、はい、ね、で近本も、うん、チームは違うけども、はい、ま、当てられた、しかも7対、うん、あの時0やんな、うん、7対0の状況でもう9回でしょ、試合決まってる状況でってなった時に、うん、ああ何もなんないんだっていう、棒じゃないけど、はい、見てるだけなんだっていう、うん、だからファンの人がヒートアップするんだよ、
選手がガーって行かないから、あれで選手が行ってたら、だってファンの人は励口ないわけじゃん、で、はい、何もチームも何もなんないし、うん、おーいって俺らがチーム守らなきゃって思うわけじゃん、うん、ファンの人がね、はい、だからめっちゃヒートアップするわけじゃん、うん、あれでも選手がもっとガーッとかコーチがチームがもっとガーッて言ってたらファンの人も多分そこまでヒートアップせえへんと思うね。ああ確かにチーム自体とか本人たちが怒ってたら、まあ、そうだよな、うんうん、そうそうそう、ね、そこまで、うん、ヒートアップはするけども、うん、そこまでせえへんと思うね、うんうん、でもチームが行かないから、うん、ファンの人が俺らが守ってやんないとってなって、うん、ヒートアップするわけじゃん、うん、正直ね仲良くなりすぎてんねんもう。あ、選手間同士がですか。選手もコーチも全員がもう仲良くなりすぎて、うん、もうなーなーでやり、だから試合前もニコニコ話ばっかり、俺悪いとは言わないよ、はい、ね、自主トレも一緒にやったりとか、うん、ね、今 SNS でつながったりとかね、うん、で侍ジャパンもあるしね、うんうん、試合前からニコニコお互いが話し合ったりね、それ悪いとは言わないけど、もうそれ仲良くなりすぎてるから、うん、そうなった時に誰もチームメイトをもう俺からしたらよ守ってやろうとしてないね。俺の言ってる、いや、それは報復ね、それは悪いことだと思うよ、うん、でも何回も言ってるけど、それは自分もそうだけどチームメイトを守るためにやってるわけじゃん、うん、抑止力としてね、はい、お前らいつでも行くぞみたいな、うん、だからその乱闘にしてもそれはバンバン殴り合いって言わないよ、うん、でも出て行っておいっていう抗議するだけでも、うん、出て行けばね、岡田さんも言ってたけど、うん、高須さんがベンチにいなかった、はい、見ててもいなかった、うん、ね、で試合の終わった後もちょっと二方立ちでヤクルトベンチの方を岡田さんが見てて、うん、で多分あれは高須さんを探してたと思うんだよね、はい、高須さんからの何かのアクションがないか、うん、ね、でもであの試合終わった後のコメントで、うん、2年連続優勝してるチームがそんなチームなんかみたいな、うん、ちょっと厳しめのコメント出すけども、はい、監督を一番前に出しちゃダメなんだよ、うん、そんな武将を一番前行かないじゃん、はい、で乱闘やって岡田さんいきなり行ってたらやばいじゃん。いや、そうですね、監督から行かないです。乱闘で監督が一番前走っていくのってそれなんか審判の抗議とかでおーいって行くのはあるけど、うん、なんかデッドボールとか乱闘で監督一番、はい、俺星野さんでも監督一番前で行くことないんちゃうかと思うね、はい、それ審判の抗議はあるよ。そうですね、うん、ブラン監督でこう塁が出るところありましたよね。そんな監督が一番前行くことないから、はい、やっぱ監督を一番前出しちゃダメなのよ、うん、でもし乱闘が起きてたら、うん、そみんな出てくるわけだから、そのグラウンド上で多分岡田さんと高須さんの話になって、うん、で高須さんがこのままあのままの記事のこととか見てたら高須さんが謝って、まあ、最悪そこで済んだわけじゃん、はい、そしたらそんな終わってまでもヒートアップしてなんか紙面上の場外戦みたいな、うん、でまたここで SNS 上でファン同士の場外戦みたいな感じになるわけじゃんね、はい、でそういうのもなってないと思うんだよ、うん、だから乱闘して殴り蹴るとかじゃなくて抗議の意味でも乱闘みたいな集まって、うん、その場で監督同士が話し合ってとりあえずは矛を収めるみたいな形がもう作れるんだけども、うん、映像見ててもおいって思ってたと思うよ、うん、でも全員ベンチでこうやって見てるだけなんだよ、うん、近本で、うん、いや誰コーチャーとかもコーチね、うん、いやおいとかないんやなっていう、先輩乱闘してたよ10年15年前ぐらいだったら、でもあの時ってなんか乱闘描写しにもう死に行ってやろうとかじゃなくて自然にやってたもんなんですよね。そうだよおいみたいな、そらだってそうですよ、気持ちが出ちゃってもう前に行くわけですもんね。しかもそんな、ね、昔だったらそこまで仲良くないからって、はい、仲良くないっていうか接点ないから、実質でも別に一緒に、うん、まあ、やってる人もいたかも分かんないけども、そんな一緒にやってることもない SNS なんてないから、うん、知っててもガラケーのメールやんな、うん、ってなったらそんな全員と頻繁に SNS でつながっていかない、代表とかもそんななかった、うん、で外国人選手はチームの主力として君臨してて、うん、で全員があのなんかファミリーみたいな、外国人選手は特にね、うん、でバリバリの俺がチームリーダーや的な感じもいた、うん、っていうところで必ず乱闘起きてたか、うん、もしくは外国人選手が勝手に当ててた文化だからね、うん、だからこれが絶対した方がいいと思わないし、いいとは思わないけど、うん、でももうちょっと しないと岡田さんが矢面に立って前面だって行くしかないやん。だからもうちょっとコーチとかもヤクルトの森岡がいいとは言わないよ、うん、でもあそこぐらい張り切りすぎてるとか言われるけど、はい、ね、あそこぐらいグワーってきてそのなんか選手を守るとか自分が先頭に立って悪者になってもそれでチームを守ったりとかこうね、そのなんか相手に対するそのなんか抗議の意思を示したりとか、うん、もうちょっとした方がいいんじゃないのかなって、阪神も、まあ、その報復がダメやね、報復デッドボール、うん、もう今そんな時代じゃないと、うん、そんなダメやって言うんだったら、うん、そしたらもっとその抗議として示した方が、うん、後々
その紙面上とかなんか抗議文出すとか、うん、そんななんかしたって変わらないじゃん、うん、だから俺はもっと乱闘した方がいいんちゃうかと思うんだよね。そうですね、そう流れ蹴るんじゃないからね、うん、だって乱闘で怪我するってそんなにあるわけじゃないじゃないですか。こう向かい合ってこうでみんな止めて、うん、たまにあるよ、金村ずれたり吹っ飛ばされて怪我してたり細川ベニーに首投げされて肩脱臼してたから、あとズレーダとセラフィにボコボコの殴り合いして血まみれになってたりとか、そこまではそこまではするんだったらちょっとしない方がいいかなと思いますけど、いやでもそれぐらいの勢い持ってチームメイトを守るためにやんないと、そうなよなよじゃ聞かへんねん、うん、それぐらいの闘争心持って、うん、もうちょっと俺は阪神行った方が良かったんちゃうかと思うね正直。それもうこんなの見て、ね、おいとかなんもないもん。でもやっぱそれってあれなんですね、その今も昔もじゃあその抗議の気持ちというか、うん、熱い気持ちがじゃあ今はないのかって言ったらそうではないと思うんですよ。いやでもそこまでないと思うよ。ないですか。その相手だって仲いいじゃんみんな、仲いいやつにさ、うん、おいお前って言わんやん。いやそうそう、だから多分、うん、うわーっていう仲間を守りたい気持ちとかはあるけど、やっぱ相手も仲いいし知ってる人だからっていうのがこう抑止になっちゃってるってことなんですかね。だから行かないから、うん、だから昔で言うとねコリジョンとかもなかったから、はい、どんもうどん突っ込んでいくわけだ。でこうやって、うん、そう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 、だから俺は必要以上に誰とも仲良くしなかったんだよ対戦相手とは、うん、ね、削りに行くときに削りに行きにくくなるし、はい、際どいとこ攻めれないやつになるから、そうですね、でもそういうのが今ないじゃん。削りに行くのもないし、うん、ブロックされることもないし、うん、報復もそんなないんでしょ、うん、だもう弱い、もうみんな弱くなってるもうみんながどう思うか分かんないけど、うん、俺はもっと俺がもしいたらよ、うん、張り切って言ってたと思うよ。言ってましたよし今が生きの日だと守ったらなきゃいけないから。そうですね、コーチはね、うん、でコーチ報復されることないね、うん、だってベンチにいんだから、はい、デッドボール当てられることないよ。ベースコーチャーにいてよ、うん、牽制を思い切ってコーチャーに当てられることもないわけよ、はい、ガルベスじゃないんだからね、うん、だからコーチャーは守ってやらなきゃいけないんだから、うん、それは賛否あるかもしれないけど、俺はもっとあの場面で乱闘みたいにもう両軍出てくるぐらいの勢いになった方が岡田さんと高須さんも話し合う場ができただろうし、はい、あとあと面倒くさいことも起きなかっただろうし、うん、まあね、それは近本が今後どうなるか分かんないからね、うん、そこら辺は心配なとこあるけども、はい、もうちょっとあそこはもう乱闘みたいに感じで、うん、コーチも含めてもっとがちょっと優しすぎんな。そうですね、うん、今乱闘本当なくなりましたもんね。そうそうそう、だからそういったその、うん、フォークデッドボールがダメなんだったら、その乱闘っていう抑止力もあるから、はい、それを今岡田さんのコメントだけで抑止力にしてるから、岡田さんを前面に出しちゃダメなんだよ、うん、ああいう風に、はい、ね、そうなったら今度岡田さんを前面に出しちゃうと、うん、今度阪神がもし自分たちがその当てた立場になったらよ、うん、お前あんな時あんな言ってたのになんなんやみたいな感じになるじゃん、うんうん、だからああいうのはもうシークレットまでシークレットで解決させて、まあ、わだかまりはできるだろうけど、うん、表に出ないようにしないと、結局年が変わったらどっちが加害、ね、加害の方になるか分かんないからね、うん、そういったところではもうそういったコーチとかも乱闘みたいなにして岡田さんを前面に出さないように守ってあげて、うん、あげることも大切だから、まあ、乱闘ってそういう役割もあるわけですね。そうそう、殴り蹴るだけじゃないからね、うん、はい、だからもっとコーチも選手もだけど、うん、熱くなって守るために俺は言ってやった方がいいと思うけども、はい、ね、視聴者の皆さん、特にタイガースファンの皆さん、はい、ね、他の球団のファンの皆さん、うん、どうですかこの意見。まあ全員が賛成するとは思わないけども、うん、一つの意見として考えてみてください、うん、はい。